火を喰らう男、フェアリーをさらったのはお前か。とんでもない、私じゃございませんよ。もし私だったら、こんなところであなたたちを待ってないで、後ろからバッサリやってマナの剣奪ってます。なんだと。あわうわ、例えばの話ですよ。まったく、せっかくマナの剣が目の前にあるの、私はあなた方に手出しできない理由があるんです。フェアリーをさらったやつら、私どもの主仮面の同士様をあっさりと殺しちゃって、ミラージュパレスは滅んでしまったんです。私も逆らうと殺されちゃいますから、仕方なくこうしてメッセンジャーボーイとしてこき使われてるんでございます。でもね、どうせ用が済んだら私も殺されちゃうんですよ、きっと。だから仲間になったふりだけしておいて、このまま逃げちゃおうと思ってるんです。まあ私が言うのもなんですが、それぐらい悪い奴らなんですから。奴ら聖域の出口で待ってるそうですよ。メッセージおしまい。じゃあ私は逃げますから、あなたたちも逆らわない方が賢いよ。じゃあ、何もかも終わってしまった。もはや黒の貴公子様は二度と帰らぬ。我らの主黒の貴公子様は、聖域への扉を開くため魔界にあった闇のマナストーンを古代呪法により命と引き換えにして現世と召喚したのだ。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され、世界全体を魔界に変えるはずだったのだ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し、魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の伯爵は、自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていたようだが、私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬がいつまでも無様に抗って、黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。だからこの手で邪眼の伯爵を殺したのさ。これから私も黒の貴公子様の後を追う。さらばだ、黒の貴公子様は私の全てだった。待て、フェアリーをどこに連れて行く気か。フェアリーを返して欲しければマナの剣を持ってアルテナ城まで来い。なんだって。な、待て、どこまで卑怯な奴らなんだ。くそー、あいつらきっとマナの剣を抜けなかったのよ。だからあんたが抜くのを待ってフェアリーをさらったのね。最低。どうする、きっと罠だ。分かってる。でも行かなきゃ。たとえ罠だと分かっていても、フェアリーを見捨てるなんてできねえ。俺は男だ、絶対逃げねえぞ。行こう奴らのところへ。そして今度こそあのグレンの魔導士に勝つ。We'll be right back.
ェアリーが危険だ。ああもう、グレンの魔導士、フェアリーに何かあったらただじゃ置かないんだから。遅かったな。さあ、フェアリーと女王の命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおうか。お母様！おっと、動かないでもらおうか、アンジェラ王女。卑怯な！なんとでも言うがいい。さあ、剣をもらうぞ。少しでも動いたらフェアリーや断りの女王の命ないものと思え。これがマナの剣。なんだ。生見ろ、お前みたいな邪悪な心の持ち主は剣の方が嫌だとさ。マナの剣は使い手の心を映す鏡。善にも悪にも染まる。強大な竜帝様の闇のお力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わる。やったぞ。これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。何をするんだ。約束が違う。マナの剣をよこせとは言ったが、お前らを助けてやるなどという約束はした覚えがないね。もう許せねえ。今度こそ俺と戦え。残念だがお前たちと遊んでいる暇はないのでね。まあよい。今ここでお前たちを殺さなくても神獣が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。マナの剣の霊に今しばらく生かしておいて、世界が滅んでいくのを見物させてやろう。ごめんね、私のせいでマナの剣が。フェアリー大丈夫か。気にするな、お前のせいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしいぞ。どうすりゃいいんだ。大変よ、もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。
マナストーンのところへ。またこの極寒の迷宮に戻ってくることになるとはね。俺はこの寒さにはもう慣れた。さあ、神獣を倒しに行くぞ。驚いた。大地の裂け目の近く、こんな谷。驚いた。大地の裂け目の近く、こんな谷あったのか。神獣の気配を感じるわ。探してみましょう。神獣だな。剣が折れちまわないか心配だぜ。攻撃が効かねえ。あのバリアを剥がさないと話にならねえぞ。神獣がいるのよね。夜は魔物が活発になる時間帯よ。注意して進みましょう。
ランプ花の森の奥にこんな樹海が広がっているとはな。生き物の気配多い。注意して進む。カボチャ頭叩き切ってやる。逃がさない。黙れ。雰囲気だ。この遺跡すごい雰囲気だ。どんな魔物が潜んでやがるのか楽しみだぜ。光の神獣の気配を感じるわ。探してみましょう。お前が光の神獣か。その目玉ごとぶっ潰してやるぜ。よっと。こんなもの。またこの風神像を操作しなきゃいけないのね。気合で強風を突破するっていうのは無理だろうな。仕組みを思い出しながら進むしかねえ。おい見ろ、あそこの空、あいつが神獣に違いない。
すにはお前の力が必要だ。頼んだぜ。前通れなかった道、今通れる。この先に神獣の気配を感じるわ。急ぎましょう。敵をつけて。闇の神獣だけね。でも闇のマナストーンどこにあったのか分かんないよ。そうか、困ったな。こうしている間にも闇の神獣はどんどん力を増大させているんだろうな。そろそろこの装備じゃヤバいかもしれない。猫族のジョセフィーヌが言ってた古の都ペダンにでも行ってみようか。何か手がかりが掴めるかもしれないよ。